1662年観光のテアトルーム、ヨーロペウムに掲載されているヨーハン・ジギスムントの肖像、ヨーハン・ジギスムントは、ブランデンブルク選定校及び、プロイセン校。暴飲暴食により自ら、命を縮めた暗君だったが、婚姻政策の成功によって、プロイセン公国を同君連合の参加に収め、ホーエンツォレルン家宗家の所領を倍増させた。 ヨーハン・ジギスムントは1572年11月8日、ザ・アレカ藩の晴れで、ブランデンブルク選定校、ヨアヒム・フリードリヒとブランデンブルク・キュストリン、辺境博ヨハンの娘、カタリーナの間に生まれた。1594年10月30日に、同族のプロイセニュー・リヒクレイ・フェベルク公女・アンナと結婚し、後に8人の子を設けるが、そのうち3人は創生した。 ヨーハン・ジギースムントは1608年7月28日にブランデンブルク選定校に即位したが、父のように最新な、行き届いた統治によってではなく、食道学と深酒によって有名となった。この枠壁のために、彼の健康は、早くから損なわれたが、統治の質とは、関わりなく、彼の代で、ホーエンツォレルン家僧家の所領に、プロイセン公国が加わり、 その面積はほぼ倍化した。当時のプロイセンコーは、アンナの父で、ホーエンツオレルンケボーリューのアルブレヒト・フリードリヒで、あったが、彼は精神を病んでおり、広告は、すでに長期間にわたって、ブランデンブルク選定校の貢献のもとにあった。この貢献は、プロイセンコーに死死なき場合の相続契約も、含んでいた。 また、ヨーハン・ジギスムントの父、ヨアヒム・フリードリヒは1603年に、プロイセン公女エレオノーレと再婚していたが、エレオノーレは、ヨーハン・ジギスムントの妻、アンナの妹であった。この結婚によって、プロイセンとブランデンブルクは二重に結ばれることになり、ギリの母、マリー・エレオノーレに属する有利ヒ及び、ラインカハ藩の所領も、相続財産に加わった。 しかし、1609年に、ギリの王子にあたる、ユーリーヒクレイ・フェベルク公ヨハンビル・ヘルムが死去すると、プファルツ・ノイブルク公フィリップ・ルートビヒが、ヨハンビル・ヘルムの義形にあたることから継承権を主張。この医療争奪戦は1614年までかかった。1613年、ヨハン・ジギースムントは、政治的な打算からカルバン派に回収し、クア・プファルツのカルバン派を保護するとともに、 ライム地方におけるオランダとの争いを有利にしようと、図った。ブランデンブルクの住民はルター派に留まったため、選定綱領においては、君主と住民の宗派が違うという事態が生まれたが、これは住民に、君主の宗派に従うことを定めた、アウクスブルクの和議に反するものであった。しかし、進化が進行を強制されることはなく、後のプロイセン王国における心境の自由という、 伝統はこの時代に、すでに基礎づけられていたことがわかる。ただしカトリックの信仰は未だ認められていなかった。選定公費、アンナの相続財産、ユーリーヒ公領は、女の治療と呼ばれたクレーフェ公領及び、マルクラーフェンスベルク白領に吸収され、選定公家の所領となった。1618年、アルブレヒト・フリードリヒの死に伴って、 ヨーハンジギスムントは、プロイセン公国を相続し、ホーエンツォレルンケ宗家の所領はそれまでの2倍の8万1000平方キロメートルとなった。こうして所領は拡大したが、各地に散らばった所領は、飛び地だらけであった。東のプロイセンは神聖ローマ帝国の外に位置して、ポーランド、スウェーデン、ロシアとの複雑な関係を抱え、西のライン下半所地域は、 フランスやオランダなどと接しており、これ以降常に大国間の暴略に巻き込まれていくことになった。1619年12月23日、47歳で脳卒中のため、世を去った。その時すでに30年戦争が始まっていたが、軍事費を調達できなかったために、独自の兵力がなかったブランデンブルクは、 無防備のまま各国の傭兵によって蹂躙されることになった。ありがとうございます。